どうも、丸見レンタリストです。今回なんですけれども、こちらの車両、トヨタのライズという車両についてご紹介していきたいと思います。こちらの車両はですね、大きい SUV に対してちょっとコンパクトのサイズになっておりますので、こちらの車両についてご説明していきたいと思います。それでこちらの車両のコンセプトなんですけれども、サプライズと出会おう、その名はライズとありますが、そちらのライズではございません。気持ちを盛り上げるという意味で RAISE とスペルで書いてライズ、上げる高めるという意味のあるライズなんですね。でもこの時点で、あれちょっと待って、ライズとスペル違うじゃんってなった。英語が得意だから正解なんです。スペルは確かに違うんですね。確かにそうですよね。力強さを感じさせるために RAISE の S の部分をあえて Z に変えちゃったそうです。そういう風にすることによって、いかにも車らしい印象のライズという名前になったんじゃないでしょうか。こちらがライズという車両のコンセプトと名前の由来となっております。それでは外観から見てまいりましょう。こちら見ての通り、やはり普通の SUV より少しコンパクトに仕上がっているように見えます。外観はとてもかっこいいですね。見た目は間違いなく SUV となっているので、やはりかっこよさも備えつつ、コンパクトな作りになっているので、日常で使う上で、例えば大きい車を運転するのが苦手な方や、そんなに大きくなくても日常で使うだけなので小さい車でちょうどいいっていう方にはおすすめの SUV ですね。それでですね、こちらのライズは Z グレードというライズの中で最も高い最上位モデルとなっておりますので、一番の特徴は何といってもこちらのヘッドライトなんですね。こちら全方位、オートレベルの LED となっていて、下のフォグランプもついているので、で暗い時も見えづらくなった時に自動で明るさの高さが調整してくれるので、夜の運転の快適性も非常に優れた車両となっております。こちらが標準装備となっております。それではタイヤの方を見てまいりましょう。でタイヤの方はですね、17インチのアルミホイールがついております。こちら純正となっていて、アルミのデザインもスポーティーな感じで非常にかっこいいですね。こちらは Z グレードだけの、最上位モデルだけのタイヤのデザインとなっております。それではリア周りの方を見てまいりましょう。それではこちらなんですけれども、前回の動画のラブ4などと同じように非常にスタイリッシュでかっこいい印象になっておりますね。でこちら1個大きな特徴がございましてですね、こちらなんですけれども、バックフォグがついております。こちらがついていることによって、視界不良の時にでも自分の車両を後続車に伝えることができるような車両となっております。それではですね、ライト、ヘッドライトとテールランプの点灯具合を確認してまいりましょう。それでこちらがライトですね。フォグライト、ヘッドライト、でこちらがハイビームですね。こちらウインカーです。それでこちらウインカーの方なんですが、シーケンシャル、流れるウインカーになってますね。こちらでやっぱりかっこいいですね。流れるウインカーです。それではリアの方ですね。こちらがブレーキ、こちらがバックです。でこちらハザード、そしてこちらがリアのフォグライトですね。こんな感じです。それでは続いて内装の方を見てまいりましょう。それでは内装こんな感じですね。天井とかは非常に高いのでそんなに窮屈感はないです。では内装の装備から見てまいりましょう。まずこちらステアリングスイッチがついておりますね。オーディオなど操作できるようになっております。それではエンジンつけてみます。はい、メーター周りすべてディスプレイになっておりますね。こちらナビもついておりますね。こちらディスプレイオーディオになっておりまして、こちら携帯電話もつなぐことができるようになっております。それとですね、あとバックカメラがついているので、こちらに
全方位カメラが表示されるようになっております。それとインパネ周りを見てまいりましょう。まずこちらですね、 USB ソケットが2つついております。あとその隣はシートヒーター、助手席側もついております。あとこちらシガーソケットですね。こちらまとまってて使いやすいんじゃないでしょうか。それでこの車最新なだけあってですね、エアバッグが至る所についております。こちらとあとハンドルのところと、あとこちら助手席のピラーの方にもついていて、あと後方にもついておりますね。後部座席の人も守るためにエアバッグがついております。それでは収納の方見てまいりましょう。こちらまず助手席側ですね、上の方はエアバッグがついているので、こちらは、トレーはついてないです。で下の方にグローブボックスが、大きめのやつがついておりますね。そして真ん中のインパネの下のところですね、シフトのレバーの下の方にこちら運転席側と助手席側に収納のスペースがございます。こちら真ん中の方にコンソールボックスがついております。縦長の印象ですね。深さはそんなにないですが、長い財布がこちらぴったり入るようなサイズ感となっております。でこちらコンソールボックスの前にちょっとしたスペースがありましてですね、こちらも収納では携帯の置くのにちょうどいいサイズ感の収納スペースがございます。ドリンクホルダーはこちら運転席側と助手席側に同じものが同じ位置にこちらついておりますね。それであとこちらですね、時間とか平均燃費などこういった情報はこちらで操作して、ステアリングスイッチで操作して確認することができるようになっています。なのでガソリンがなくなりそうな時とか、何キロ走るっていうような情報もあるので、便利な情報がたくさん載っておりますね。それではリアの方なんですが、リアの方にもですね、コンソールボックスの後ろの方に USB ソケット2個ついていますね。こちら後ろ側のシートはこんな感じになっております。結構柔らかめの印象ですね、座ってみると。それではトランクルーム見てまいりましょう。それはこんな感じになってますね。こっち身長178センチありますけれども、頭ぶつかることもなく結構高めに上がってくれます。収納はこんな感じになっております。結構後ろのシート立ってた状態でもかなりの面積があるので、この状態でも積むこともできますし、あとフルフラットにするともっと広くなりますので、ちょっとフルフラットにしてみたいと思います。でフルフラットにするときはこちらのレバーを上げて倒すと下がるようになっております。ちょっとシートベルトが引っかかりやすいので、そこはこう手外しながら倒していただければいいかなと。こちらも同じですね、レバーを上げて、でこっちはもうシートベルトどうしても引っかかっちゃうので、ここは手で解放しながら下げるようにしてください。こんな感じですね、フルフラットにすると。で荷物を積むときにこんだけの広さがあって、でこちらにも4箇所のフックがついております。荷物を積むときのロープを通したりとかすることができるように4箇所フックがついておりますね。あとこちらの下ですね、こちらの下には予備のタイヤが入っております。これはオプションですね、こちらオプションとなっております。ご利用中にパンクした時とかもご安心してご利用いただけるようになっております。それではですね、ちょっとお昼でも買いに行こうかなと、もうすぐお昼の時間なんで、でそれでこのライズでちょっとコンビニまで行っちゃおうかなというふうに思います。みんなで一緒に行きましょうね。走行動画撮ろうと思うんで、みんなでライズに乗ってコンビニ行きましょう。じゃあシートベルトしてね、行こっかコンビニに。それでは試乗の方行きたいと思うんですけど、僕実はライズの試乗初めてなんですよ。なんで今初体験ということで、こちら慎重に安全運転で行きたいと思います。それでは出発の準備進めて行きましょう。
そうですね、まあちょっと市場とは関係ないんですけれども、こちら僕らのお店出るときですね、4号線沿いにあるお店なんで、あちらにある信号が青になっちゃうと全然動けないんですよ。赤になるので待つしかないって感じなんですよね。それでは出発します。いや出発しました。まあ運転始まるとですね、鍵が開いてたら自動で閉まってくれるみたいで、結構そこはいいですね。あと運転してて車高高い分ちょっと見やすく感じますね。こちら同じコンパクトなヤリスとかと比べると運転しやすく感じますね。あとハンドルも結構軽い印象を感じます。ハンドリングがすごい軽いんで非常に操作がしやすいです。あと前回のラブ4と比べてやっぱりコンパクトなんで、多分車体も絶対軽くなってるはずなんですよ。なんで走り出し加速が非常に速く感じます。本当にスーッと伸びてくれる。それでは無事到着いたしましたので、わさびのパスタでも食べようかなと思って、じゃあそれをちょっと使っていきたいと思います。それではちょっと行き短すぎたんで、帰りはちょっと遠回りしながら帰ろうかなと。のどかなのどがあるんで、会社の近くにちょっとそこ通りながら行きましょうね。いや、やっぱり坂道とか普通に加速の具合が一番いいのが今日の試乗で、そこが一番お気に入りですね。アイドリングストップ、信号で止まるとアイドリングストップがいいですね。嫌な方はこちら切ることもできますので、スイッチが右手側についてますね。それではちょっと農道の方入ります。景色いいんでこちら映像をご覧ください。タフトの時とかカンナムの時とかでもここで撮影してたんですけど、ここいいですよね。この緑の景色は皆さんの食卓に並ぶお米たちに囲まれて、僕たちは車屋さんやっております。いい景色なんですよ、緑。この季節は緑ですけど、これから秋になるとちょっといい枯れ具合がいい色になってきて、もう夕日の映えるごとといったらもうやばいですよ。なんでこういうところで撮影やっております。はい、いい景色タイム終了です。あれ、なんか変な車止まってますね。なんかもうそうだね。うわ、なんだこれ。あ、アメリカのスクールバス止まってんじゃん。なんだなんだあれ、何なんですかね、あれ何に使うんだろう、ね、アメリカのバスっぽい感じの、なんかもうザ・そのなんか映画で見たことあるような、本当にそんな感じの車両でしたね。面白い、てか映えすぎ、あの緑の中にあの黄色いやつ、めっちゃいい感じでした。はい、ということでですね、こちらの車両いかがだったでしょうか。トヨタライズですね。こちらの車両のまずおすすめなんですけれども、まずこちらレンタカーとしてもご利用できますし、販売もしておりますが、レンタカーとしてご利用していただくのが一番いいんじゃないかなと思います。やはりですね、こう長い時間をかけて試乗することができるっていうところではならではの気づけるところがあると思うので、例えば6時間であれば当店6時間で4500円でこちらの車両をご利用していただくことができます。6時間もあったらですね、女川の方にも行けると思うので、高速道路使ってですね、そちらの方に行っていただけたら、あの海の美味しいものを食べたりとか、あと取り回しがしやすい非常にコンパクトな車両なのでですね、まあ、男性の方でしたら、まあ、見た目も結構 SUV チックというかコンパクト SUV なのでかっこいいですし、女性の方は取り回しもやりやすいコンパクトなサイズなので、結構簡単にお出かけとか買い物とかにするにもこちらの車両最適な車両となっておりますので、まあ、ちょっと実物見てみたいとか何か気になることがございましたらですね、こちらの電話番号の方にぜひご連絡いただいてお問い合わせいただければというふうに思います。ということで今回の車両のご紹介はこちらで以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。